2016年1月1号，元旦。现在几点？4:20，4:25。太早了。哇！哎呀，好多人哇！这里是千叶县遥子市，我是阿布力，一名演员。9岁的时候从东北移民到日本。好多人，满了。这辆电车是只有元旦这天才运行的特别车次，4:30。每年都是早上4:30从遥子站出发。大家都有一个共同的目的，就是坐着这班车去看日出。元旦这天的日出，日语叫做初日の出。没有台本的旅行，今天阿布力带你们去看看日本奇怪的过年习俗。他竟然碰到了当年的校花。お腹すきません？饿了吗？饿。你没吃饭吗？晚上？不是晚上，早上。早上几点？我从家里1:30就出门了。我几点吃饭？下车了。我们到了犬吠埼车站，这里是日本的最东边，也就是说这里是日本太阳最早出来的地方。次の電話でまだ時間ございます。どうぞ温かいもの召し上がっていってください。第一次早上5:00就有摆摊的。这些小吃摊只有元旦这天才能出摊，卖的都是日本人冬天喜欢吃的小吃，吃了能抗寒。我们选择的是辣辣的火锅，里面有鸡肉、豆腐和遥子产的白菜。啊，大概。我自己一次。觉得有点不够辣。もう普通に一カレーなの。なくなりました。ご支援ありがとうございます。找个地方坐一下。我和导演用日本酒干杯。新年快乐！新年快乐！新年快乐！夏か。どちらから来たんですか？東京の武蔵小金井です。毎年来るんですか？いや、初めてです。初めてですか？初めてです。さあ、武蔵小金井からどれぐらい？3時間ぐらいじゃないですか？そんな遠いんですか？6:46。5:00。还有1个多小时。啊，なるほどね。我们走着去海边看日出。大家都为了看日出在那边等。小心。为了看日出，有人竟然在这里住了一个晚上。为什么日本人那么喜欢看元旦的日出呢？すいません、ちょっと話聞いていいですか？どちらから来てるんですか？成田から来ました。あ、近いですね。はい。なんで来ようと思ったんですか？
就是一番早いから日本で一番。あ、ここね。見てどうするんですか。なんだろう。なんだろうね。今年一年頑張るぞみたいな。一年の始まりとしてみたいな。花田のエフォーだ。自分花田ウルイラの。マジで。みんな気づいてないけどマジだから。滑った。滑った。エフォーが出た。滑った滑った。まあ一応映ってから今一応映ってから多分編集でカットされっけど編集でカットされっけど。早上六点，天慢慢的亮了。すごいカメラ持ってます。そうなの？本当に？これは何用ですか？中国語でいいですか？中国人ですか？そうですね。中国人。你是哪里人？我是四川。四川人。是的。那我对我是就是自己拍着兴趣上的拍摄。是兴趣而已。对，是的。那你是这自己买的吗？自己买的，自己买的。对，这个跟我们用的这个机器是一样的。比我们的好吧？比我们的，比我的新吧？对，新一些。对，那毕业后怎么办？毕业嘛，できれば就職したい。在日本吗？是的。カメラマンになりたいの？じゃあもう彼に聞いた方がいいよ。现在的时刻是6:40，离日出还有5分钟。为了看今天的日出，大家都花了好几个小时来到这里。一年の中で一番みんなが太陽を求めてる日だね。その瞬間。普段どうでもいいんだけどね。他也准备好了。なんで三脚持ってきてないの？重いですか？ちょっとめんどくさい。あ、来た。来た来た来た。みんな頭が来た。どこ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 ？赤いじゃん赤いじゃん。おお。来た。あ、来たよ。ちょっとだけやった。わあ。おお。すごい光ってる。全員集合。这个就是初日の出。これは揺るぎない初日の出ですね。大家一边看日出，一边祈祷新年的愿望，下定新年的决心。おお、もう70%ぐらいは見えますね。这是在世界上都很有名的灯塔，从这里看到的日出是最漂亮的。下午我们来到了千叶县成田市，是离成田国际机场很近的地方。成田车站，哎，这是成田车站吗？挺新的呀。哈，すごいね，好多人啊。我们来这里是为了到寺院进行新年的参拜。啊，等等！路边的店里摆放着各种各样的吉祥物，这是达摩。听说他的形象是由来于达摩祖师坐禅的姿势。这是日本传统的招福猫，招福猫一直在招手，像在招揽客人。仿佛可以带来生意兴隆。那边有很多人排队。哦，什么店？这家的点心看上去很好吃。这时，哦，なんでいんの？超饼。
よかった、これだけでいいのかな。中学生、同級生。え、そうなの。すげえ、すごい偶然。わ、中学同学。横顔見て、あれ、あれ、カメラがあると目立つじゃん。あ、そうだね。松本さん、松本さん。すげえ。え、彼はおとなしかったですよ。怖いイメージだよね。そんなことない。本当？優しい、おとなしい。かっこよかったの。そうでもなかった。お母さんからの人気の方がすごかったかな。お母さん、ママたち。あ、同級生からはいいのかな。そうでもなかったよね。すごいですね。すげえ。本当に同級生。ちょっと自慢できた娘に。旧姓松本です。松本さん。松本さんどういう人？どうやってんだ。もう超モテモテな。すごかったですよ。学年のマドンナ。そうそうそう。人のこと言ってない。学年のマドンナ。ないないない。え、取って取って取り。面影あるわ。ある？ある。超太ったけど20キロぐらい太ったけど。チーズ。好巧太巧了吧他真的是学院的马东的吗嗯开玩笑吧真的真的那个胖的你他不说了吗他胖了20公斤呢啊是吧 How does she know you love her How does she know 中学的时候什么样的中学学习也不好、哦、运动也不好又胖真的吗真的、啊、大概3年级的时候吧、哦、考高考的时候、哦、才慢慢减下来的、哦、最高ビデオだよここねそうだよ何それ每年元旦有很多人从全国各地来到这里来拜佛到底为什么人那么多寺里面有什么敬请期待下集欢迎关注我们的微博微信参加节目互动也欢迎订阅我们的频道收看更多的视频